の大地からおはようさん。ニュースのお時間です。なんとなんと、元関東連合の西山氏が元彼女と会う約束をしながらバックレ、ナースケ氏を X にて遠隔からバカにする投稿をしていました。最高だよ。等身大の西山氏がついに前面に出てきたじゃないか。それでこそ西山氏だよ。正論で言えば自分でケツ吹けってはなしなんですが、特技うやむやがあるじゃないですか。今さら特技うやむやをやめることなんてできないですよ。逆にそのギャップがいいね。でもね、鍋はどうした。お前が煽ってヤードで総攻撃仕掛けさせ自走に連絡したんだろ。今回の原因の半分以上は鍋だよ。護衛してやれよ。ナイフの対処方法とか教えているでしょ。安全に取り持ってやれよ。お前こそケツ吹けよって思ってしまうんですが、空手師範といっても結局は西山氏と同じ穴のムジナカ。そしてナースケ氏が次のターゲットを示唆しております。築地というヒントが出ておりました。果たして誰なのでしょうか。でもさ、これで西山氏がほっとしていたらより最高ですよね。ゲスの極みって感じがします。一度は求愛して冗談でも付き合ったやったなど言っていた人物がターゲットになるかもしれないんですよ。あくまで憶測なのでかもしれないと言っています。守ってやれよ。お前が防波堤になれば焼肉店のトイレに一緒に入れるかもしれないぞ。でもそれをしないのであればやっぱり西山氏だってなるわけなんです。2024年は動きますって引きこもりじゃないか。最後にまとめると、西山氏は引きこもって籠城し、築地にゆかりのある人がターゲットになるかもしれない。以上でございました。節分を待たずして鬼退治がなされたというニュースでございます。